こんにちは、タケです。タケの一人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一人朝礼です。今日は2015年の5月の1日の金曜日ですね。やっと5月になったって感じなんですけど、だいぶね、良くなったんですけど、今、ここでも何度も言ってるんですけど、パルクールっていうのをしてるんですけど、で、それのウォールランっていうのがあるんですね。分かりやすく言うと、壁登りです。壁を登るやつをウォールランって言うんですけど、それが昨日やっとできました まあ壁って言うとそんな高い壁じゃないんですけど、で僕でも普通にジャンプしたら全然届かないんですよね。片足で蹴ってからジャンプしないと届かない距離なんで、それがなかなかできなくて、ジャンプ力の問題とかじゃないしに、初めのかける足の位置が悪かったんですね。あんまり上まで上げすぎたんで届かなかったって、ちょっと要は届かなかったあたりなんですね。やっとウォールランできたんで結構嬉しいですけど、大したことじゃないんですけど。で、上に上がるじゃないですか。上に上がったらね、意外に高いんですよね。でも高さ的にはどれぐらいなんですかね。僕普通にジャンプしても届かない距離なんで、2メートル50ぐらいはあるんかもしれないですけど、意外に上がった時怖かったです。ほ んで降り方でね、PK ロールっていう、パルクールロールっていう、ロールっていうやり方、着地の仕方があるんですけど、それちょっとマスターしなあかんなと。高いところから降りて普通に降りるとちょっと膝とか痛めてしまうんで、ちょっと要は回転しながら着地するやつなんですけど、見た目もかっこいいんですけど、あれ別にかっこよさだけでやってるんじゃないし、今膝を痛めないようにするらしいんですね。それちょっとやっとかな、せっかく上がったんですけど、降り方がね、普通に降りたらちょっとかっこ悪いんで ちょっとPK ロールを マスターしたいと思います。しょうもない話ですけど そうしたら、昨日は意外に忙しかったんで、ちょっと死後、以上です。竹の一人朝礼ですか。昨日は忙しくて何もちょっとできなかったですね。ですね。今日は、リストールの改善だけできましたね。リストールの改善が2つできたんで、リストールの改善と、できましたね。そして今日は、リストールの改善と、ブログを作る動画の準備、集客戦略の見直し、メンズのポップを作る、ショーヘアサロンの集客に関してはブログネタを考えたいと思います。以上、竹の一人朝礼でした。